割りますと、まあ、卵黄を入れて、はい、今日はこちらね、伊勢海老使って、具足焼き、具足焼きっていうのはね、まあこう殻付きのまんま焼くんですけど、まあ最後ね、ウニローにして、まあ、食べたいと思いますと。半分に割ってから焼くんですけど、こっちの頭の方から割っていきますと。真ん中に包丁入れて、こっから一気に割りますと。でね、まあ結構暴れるんで、まあなんかね、さらしかなんかでしっかり押さえてあげて、割ってくださいと。でね、まあ結構硬いんで、これね、まあ怪我しないように。で、まあ包丁入ったらあとはね、こうしっかり真ん中に入るように割りますと。まあ個人的になんですけど、ぜひぜひバーベキューでね、試してほしい料理で、焼いた後にまあ最後ウニね、ウニを乗せてまあ焼き固めるウニロー焼きっていうんですけど、ウニローにしてぜひみんなに食べてほしいなと思ってる料理ですんで、まあぜひぜひ皆さんね、バーベキュー行った際はやってみてくださいと。これね、基本的に甲殻類をこうね、殻付きのまま焼く焼き方を鬼柄焼きって言うんですけど、伊勢海老の場合はね、結構具足焼きっていう表現をすることが多くて、でまあ具足っていうのはね、鎧兜の爪当てのことを具足って言うんですよ。でまあ伊勢海老ってね、まあちょっと今割っちゃったんであれですけど、上から見るとその爪当てに似てるっていうね、伊勢海老の場合は具足焼きって表現しますかね。で半分にあると、この辺ね、この辺は全部エビ味噌なんで、まあ、焼いてね、食べると美味しいので、取らずにそのまま焼いていきますと。まあ、ウニ乗せない場合はもうこのままね、塩を軽く振って酒塗って、まあ、ホイルかなんかに包んで焼いちゃえばいいんですけど、まあ、今回はねこれにウニを、乗せて焼くので、最初にねウニのソースを作りますよと。まあ、ここからねウニのソース作るんですけど、まあ、今回使うウニはこれ紫ウニね、北海道函館だとかね、紫ウニあっちの方が多いですかね。こうね、すり鉢に入れて、これ卵の卵黄ね。なんでまあ白身はね、これまあ焼くかなんかして、ね、食べてほしいんですけど、まあ、卵黄を入れて、あと、これ味噌入れて、これをね、まあ、滑らかに伸ばしますよ。でまあこれね、味噌入れすぎるとしょっぱくなるんで、まあ味噌は控えめに。でまあウニはね、正直ね、まあ少なくてもまあいっぱいあった方が豪華とは豪華ですけどね、その辺はね、あの仕入れの状況次第でって感じではあるんですけど、バーベキューとかだったらまあ若干ね奮発してもいいのかなって気はしますけどね。どういう状況で焼くかによって若干焼き方が異なりまして、例えばね、まあ、家とかで上火っていうのかな、上から火元が上にあって上から火を当てる場合は、最初にこのまま焼いて、でこの後に、このねウニを乗せて、ウニを焼き固めるって感じですね。でまあ普通の焼き物ってこうひっくり返せるじゃないですか。ただねこれね、具足焼きの場合はね、エビ味噌が流れ落ちるんで、基本ひっくり返さずに焼くんですよ。例えばバーベキューの中でね、こう下から火を当てる場合はもう最初にねウニを塗っちゃって、でまあアルミホイルなんかで包んで、で蒸し焼きにするっていう感じですかね。まあなんで今日はね、最初にウニ塗って下から火を当てて、蒸し焼きにするっていう感じでね、焼いていきたいと思います。まあこんな感じで、オイルに包んで、で、まあ、で、もう最初にね、こうやってウニを乗せて、で、まあ蒸し焼きにしていくっていう感じで、焼いていこうかと思います。
まあ、このまま焼いちゃってもいいんですけど、ちょっとだけね酒をね全体に振っといてあげると、まあ酒の香りがついて美味しく食べれるんではないかと思うんで、包み方はね、まあ、どう包んでもいいんですけど、熱加えると絶対にこの尻尾は丸まるんで、だからもうあらかじめね丸めた状態で焼いてあげてくださいと。こんな感じで、しっかり覆ってあげて、オイルが足りなさそうだったら、まあ、もう一周ぐらい覆ってあげて、で火にかけていきます。こんな感じですね。まあ今回ねちょっとまあ炭火が用意できないんで、こういう魚焼きのグリルみたいなので焼いちゃうんですけど、火加減はまあ炭火でやるにしても強火で大丈夫ですね。伊勢海老って結構下の殻が熱いんで、強火で焼かないと火が入らないんで。でね、まあどのぐらい焼くのかっていうと、まあこれ酒振ってるんで、こう酒が蒸発しだすとアルミが膨らんでくるんで、アルミがね膨らんできてからだいたいね15分ぐらい焼けば火が入りますんで、それを目安に焼いてみてくださいと。で、まあ今でねちょうど15分ぐらいですね。まあ15分経ったらこれね火から上げて、テーブルの真ん中でね、まあ、こんな感じで開いてあげれば、まあみんな喜ぶ焼き物が出てきますよ。これね、まあ器に盛り付けて食べる場合は、まあこんな感じでね器にね松の葉とか敷いてあげて、こう乗っけてあげればいいのではないでしょうかと。でね、まあこのエビの汁がどうしても残るじゃないですか。これね、まあ味噌汁にしてもいいし、あとはね多少押せばこのねエビは隙間ができるので、まあそこにねこうやって戻し入れてあげれば、まあ、エビの旨味をね余すことなく味わえるのではないかと思いますんで、まあこんな感じでね、ぜひぜひ食べてみてくださいと。はい、伊勢海老の具足焼きでした。